あの質疑応答、まず手を挙げていただきまして、あのマイクの、マイクを回させていただきますので、あのお名前とご所属をあのお話になってから質問の方をお願いいたします。では、あのどなたからでもよろしくお願いいたします。森山先生、国大の森山先生すいません、あの申し訳ないです。国大の森山先生、言いながらかなんですけど、すごい話してて、もう、すごい胸が開けたりして、電話なんですけどね、一人違うなと話なんですけど、あの、ナーティブテーマなんですね。私は、そうですね、最初の、ナーティブやっぱり、読んでないかな、そういった、どうですか。完全に言ってたらちょっとひどいんですけども、僕はそういうふうに思っていて、要するに 何かに現実でラベルをし、何かに非現実、現実ではないという、あの、まあ、それを何と呼んでるんですか、虚構と呼んだり妄想と呼んだりフィクションと呼んだりするわけですけど、いずれにせよ現実か非現実かというふうに 線を引く、この線を引くという作業はもう明らかに言葉の問題なので、結局ナラティブというのはそれを、その線引きをまず一旦ご破産にして、その上でどうその我々にとっての意味を持つかとか、どう使うかとか、どう役立つのかとか、あるいは役立たないのかとか、まあ、そういうことを次の段階で考えていくため その一つの、まあ、装置みたいなものというふうに思っています。ですから、あのそのナラティビティという言葉が、まあ、正確にあるのかとかわかんないですけど、その物語性というか、要するに物語って基本的にやっぱり、あの、まあ、単純化しては言語なわけですよね。あのもちろん言語に出るの物語とか、その話はちょっと置いといて、基本的にはまあ言語ですから、その言語が物語と呼ばれるためには、つまり物語的な性質を持つとすれば、それは物語性を持った言語、その物語性の働きの重要な一つが、その現実と非現実の境界を一回取っ払うということだろうというふうに思っています。で、あの実はですね、あのまあ、つまらない例ですが、なんでそういうふうに思ったかということと、そのこと自体がやっぱりすごくこう、社会的歴史的なに変遷していくんだなっていう感じなのですね。ちょっとそんな科学的な話なんですけど、医療の現場で、例えばですね、フィクションが、あるいはノンフィクションということが医療そのものに
の描写であると同時に色そのものを変えていくっていう力が結構あると思っていて、そうするとある時代にそのエポックメイキングだったこの何て言うかそういう作品ですね、それをまあちょっときちっと分析したら面白いなと思ってるんですけど、ラフに言うと、病院で死ぬということっていう作品が、どのぐらい前ですかね、15、16年前でしょうか。いや、これは多分僕がまだその病院でバリバリやってたことなので、その医学教育とか医師のそのあり方に深いところでかなりの影響を与えた作品なんですね。つまりその病院で、まあ、細かいことは申し訳ありませんが、要するにいかにその病院で人が悲惨に死んでいくかっていうことをものすごくこうエモーショナルに訴えかけるノンフィクションだということで、ノンフィクション大賞を取ったんですね。山崎先生っていう、まあ、今でも現役でやっておられる先生で、ところがその本の中にですね、冒頭か2番目ぐらい出てくるそのエピソードの中に、そのなんとかというその患者さんがですね、まあ、がんの末期の患者さんが、非常にこう悲惨な思いをするんですね、周りの病院の人の飲み会のためにですね。それでその彼はその思いを誰にも伝えることなく死んでいたっていうエピソードがあるんですよ。でこれはノンフィクションではありえないわけですよ。ですからフィクションなんですね。でも山崎先生は実は後書きのところで、これは事実に基づく物語です書いてるんですよ。で当時私はこのことがあまりよく理解できなくて、事実に基づく物語って何だろうと、それは物語なのか要するにフィクションなのかノンフィクションなのか、で出版社はおそらくこれはノンフィクションとして売り出した。だから結局ノンフィクション大賞にノミネートされて、実際ノンフィクションを取られたんですよ。でこれ僕はこれに対してですね、その点ではフィクションとノンフィクションをこういうふうにある意味欺瞞的にこう操作するのっていいのかなっていう感じをすごく思ってたんですけど、その後15年ぐらい経ってあまりそういうことを感じなくなりました、はい、それで実は最近神様のカルテっていう非常にこう面白い作品が出て、この方は実際医者なんですけど、私とそれも非常に似ている医者さんなんですが、これはもう完全にフィクションですってことだった。でもおそらくその人間が病院で死んでいくということはどういうことだろう、それに対して医療者はどうしなきゃいけないんだろう、社会はどう考えなきゃいけないんだろう、それは、まあ、15年ぐらい経ったので次の段階に入ってきてるんですけども、それともう一つは医者のライフワークバランスの問題、これについてのインパクトという点からいくと、おそらく病院で死ぬということを超えるんじゃないかと私は思ってます。だからこれは完全にフィクションですね。フィクションだというふうにこう当然作者も断ってますし、出版社もこれはフィクションです。まあ、実際絶対ありえないような奥さんが出てくるんですね。宮崎あおいさんが演じたんですね。なんだけどもおそらくそれが医療に与える現実の医療、まあ、ここでまた現実ということを言うとご義務順ですが、我々が実際に迷っちゃってる医療に与えるインパクトとか、若い医師がこれによって受ける影響は僕はおそらく同じかそれ以上ではないかというふうに思っているので、まあ、結論としてフィクションかノンフィクションかそんなに大きな問題ではない、むしろ質の問題というんですか、それがその読者に対してどれだけのアクチュアリティを持っているかということではないかなと思っています。よろしくお願いします。ある領域ではフィクションとノンフィクションが分からなくなることでことがあるというのはそれは分かるんですけども、やはり、ナラティブっていう言葉がどの辺の次元であるのかなというときに、私はやっぱり自然科学で言及されているようなことも気になるのでね、そこの境目の問題なんですけども、要するに事実っていうのがあるとするのかということですけども、知的心理学会かどっかの学会でも議論したんですけども、ショアっていうアウシュビッツのことがある映画がありますね。その時にやっぱりホロコーストはあったのかなかったのかといった時に、お話だ、ナラティブだ、だからあったというナラティブ、あるいはなかったかもしれないというナラティブっていうので、だからそういう形で相対化してしまう
のはやっぱりまずいんじゃないかな。確かに我々の認識は全て言語に依存しているので、そういう意味で、まあ、言語と認識の問題っていうのはあると思うんですけども、まあ、言語ゲームが言い方が正しいかどうかわからないけど、言語ゲームっていう言い方とナラティブっていう言い方が違って、ナラティブはやっぱり物語にしてしまうっていうんですか、その言語ゲームっていうのはあると、何かはあるということ自体があるというゲームになるっていうので、あるということをナラティブとは言わないんですよ普通は。だから言語に根本的に依存しているっていうことは認めますけれども、でもやはりホロコーストはあったんじゃないかとか、あるいはやっぱり 3.11 の東北大地震というのはあったんだろう、だみんなが語ってるから共同構成された事実だというような言い方はまずいんじゃないのかな。やはりだけども、過去のことを語っていくときにどうしても我々は曖昧になっていて、じゃあエビデンスはっていうと、覚えてるとかこういう証拠があるとしか言いようがなくて、その過去の事実はそうやって言及していくしかない問題なんですね。それをナラティブって言っていいのかなと。確かに我々語りの中ってしかその過去のことっていうことについては指し示せられないんだけれども、やはりそれは時間的なアフォーダンスということはないけれども、我々のここの記憶なり出来事、いろんなものがそういうことがあったということをアフォードしているみたいなような考え方をしないとまずいんじゃないかなと思うんですね。だからナラティブっていうのはあまり万能視せずに、有用な部分もあると思うんですけれども、小さいんじゃないかな。実際の行為とか存在していることとか出来事とかいったときに、ナラティブっていうのはやっぱり表面を化する、まあ、人間の気持ちとしてはその重要なところはありますけれども、まあ、所詮そうだと思ってた方がいいんじゃないかなというのが私は。というのは、やっぱりヒストリアンと違うわけです。事実というのが、
このビートをどのように組み合わせたというのは彼のその使い方なんです。だから歴史認識でいろいろ問題になっているというのはそのことなんですね。ですから技術とか現実がないでね、なんとかその今の表面的なっていうことにちょっと聞いちゃったんですね。それだったらもし誤解だったらすみませんな。それは非常に残念なので、ナーティブはナーティブとして意味があるし、ヒストリーテリングというのはヒストリーテリングとして意味があるんですね。で、それがその本当であるかどうかということは基本的にこの決められない。決められるのはここの史実にしかないので、あとはまとめ方の問題がある。でどれが有用的意味があるかというふうに考えた方がいいのではないかと思われるんですが、これはまた領域によって違うものじゃないですか。まあそんなことです。すごいいいですか。史実っていうのが史実、史実っていうのは聞こえたのか、いつどういうことが起こったかというと、それがあるかないかっていうことだと思うんですよ。それはチェック可能であろう。いや、それがチェック可能じゃないからとなるじゃないですか。なるほど。いや、ね、基本的にでも事実はあっただろうけど確定することはできないっていうのはあるんですよ。だからそこが、だから事実があったかないかっていうときに確定できるんであれば何も議論は起こらないんですけども、いや、事実は確定されてもですね、そこはまとめやり方じゃないですか。確定することはできないんですよ、ええ、事実は、はい、だからこんな感じです。はい、では意外に聞きますね。私の中で考えながらですね、ナラトで100人いると思っていられるんですよ。そこに言語の意思だけ食いちゃった場合にこれ本当に分からないんですよ。言語さえ私はそう思うんですよ。ただこの先ほどの人間さんがそれをどう捉えようとするのに変質があって、どうに技術がよって全然違うというのか、それどうしたら変わるとか変化があるとか、あるいはどういうことなのかな、なんかこういう物語にこう福山先生の何か文章出しました。新学者は歴史だと思うんです。あのなんかそこの場合なんかもそっちになってて大人にとってもそれだけであのだから言語を用いるところの研究のもとね、一つ何年が今議論されると思うんですよ。だから私の前は大事ですから、むしろ そこが本当のわけでむしろですね、それはどういう意味なのか、あるいはそこをどうに超えていくのか、あるいはそのなんていうか、どのような新たな発想が、あるいはヒントなり、あるいは改革の手がかりが生まれると。そちらが今、監査される。その監査の方に難しくします。それがはい、ありがとうございます。社内大学の研修の申し込み、ちょっと小話をさせていただいて、それぞれ2つずつ質問をさせていただきたいんですけれども、その2つの質問を持った理由というのは、今日この最終号の回答を見て、納得に落ちたというか、一つ人生心理学というのが書いてあって、イメージがどうかないと、で、先ほども歴史的な真実があるかとか、ないかとか。そういう話があったんですけども、おそらく人生というその言うわけがわからないものに対して通知だけで表そうとしているものを言葉でナラティブで表そうとし、かつまたイメージだったらご跳ねてくると思うんですが、ビジュアルにも表そうとした、そういうのが山田先生の奇跡だったんだというふうにして、私自身その人生というものから、逃げずその人生というものを何とか描き出そうとしたのがその山田新学だったというふうに思って、今日の発表者の方がそのたまたまかもしれませんが、子供を産むようになって両親とかですね、あるいはその発達障害者のシーンとか、さつ私の経験で、その周囲に逃げたいというのがあるんですけども、そういった逃げたくないようなフィードにおられて、また裁判とか被災地とか、結構その、現実とか生きる世界もみんな、人口も厳しいと思うんですけども、なかなかそういうシビアなフィードに、ずっと研究をされてきて、妙面をされながらに、そこで逃げたくなる気持ちはあるのかないのか、これが言ってるんです。で、もしあるのであれば、その時どういうふうにして続けるようにされているのかというで、もしもういや私はもう逃げたいという状況になっているということであれば、どのようにして拒否しながらか、この時に不慣れ時があるのではないか、あった時はどういうふうに対処するかなければ、どういうふうにしてそのか、これが一点です。で、もう一点ではそれで逃げたくないようなその現実とか、人生ですねあると思うので、それをどうにもならない、悶々としたその語り合いや好きしない、大事にすることができない世界
から、まあ、そこに位置づけて、その研究ですね、学問的な貢献をするときに、さらに理論化、方法論化のときに心がけているものとかですね、あるいはそのこのコツが大事なんじゃないかというようなことも、自分のパーソナルのときにですね、まあ、受け入れていけないというところなんですけども、まあ、学問的なところでどう理論化、方法論化すれば、学問、あるいは心理学、歴史的研究が、より豊かになる、あるいは社会が豊かになるということを考えておられるのです。ちょっと難しいというのは思うんですが、今の関連した質問でもし同じような質問が浦野先生方にございましたらお願いいたします。ちょっと音響の関係で聞き取りにくいので司会者の方で今2点多分質問があるその2つのポイントをもう一回まとめていただきます。すいません、じゃあ1つ目は、まあ、あのすいません吉本先生の質問を勝手にまとめさせていただきます。まず1つ目今日の先生方のご発表はのテーマというフィールドは、まあ、いわゆる分かりやすいことまでで非常に逃げたくなるかもしれない、あるいはすごくその現実と対峙するのはとても大変なところにいらっしゃるので、そういうところ、そういうそのまあ先生方とそのフィールドの関係性について何かすごくその葛藤といいますか、逃げたくなるような話があるかというのは一つ目のご質問と思っていいでしょうか。それからすみません、もう一つはそういう中からの理論化に関する。理論化、方法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 論化、すみません、そうしたフィールドから理論化、あるいは方法論を展開することでどんなふうにその辺の、あり方をお考えなのか、2点あのお願いいたします。はい、順番最後で考える暇あると思ってるんですけど、まあ最初に言ってしまった方が、だんだん全部言われているかもしれないので、得かなと思いまして、ですね、私は主に被災者の方とかですね、それからこれからの被災地になるかもしれないような地域をフィールドにしているんですが、まあ、その正直そういうことを言うと怒られるかもしれませんけれども、先ほどもご紹介をした被災地の子どもたち同士の交流を被災地 の, 今の被災地と、まあ、昔の被災地のということなんですけど、そういうことをするのはちょっと語弊はありますが、とてもやっていてもですね、楽しいとは言いませんけどやりがいがあると思ってやっているので、まあ、あんまりその逃げたくなるということは感じたことは正直ないんですが、語り部のグループの25年ぐらいいて、それで、質的心理学研究にも論文を2本も受けてもらったと書いたんですけど、その間にグループが1回、まあ、分裂をしてるんですね。でアクションリサーチっていう、まあ、フレームワークのもとでやっていますので、自分もグループのメンバーです。でその分裂をするまでは、つまりなんかこう明示的なコンフリクトが起こる前は、まあ、なんとなくこう双方の方を持ってですね、仲裁者みたいな顔してやってればよかったんですけど、もういよいよその立ち行かなくなった時に A か B かって選ばなきゃいけなくなったんですね。で A でも B でもいいんですけど、僕はそのうちの一つ選びました。でその時は、まあ、ちょっと辛いなとは思ったんですね。だけどそういうのは研究者の役割ではないという言い方をする人が時々いますが、私は間違っていると思いますね。どっちか選ばざるを得ないですね。で当然その研究者とは関係のない水準で、その私が A を選んだとしたら B の方の人たちからいろいろ対策を言われたりするし、そういうことは当然あるし、いろいろその、辛いこととか不愉快なことも起こるんですけど、まあ、最後までその現場にいる以上、私は A でも B でもありません、両方ですという言い通すことはできないなということはその時思いました。それから2番目 の, 理論化というところはもうそんなにいいアイデアがないので、これある意味でのごまかした返事を石間さんにしてしまうかもしれませんけど、常に、私自身が意識をしているのは、英語で言うと Think Practically Act Theoretically なんですけど、いつも書いてますけど、考えるときはできるだけ現場に密着してプラクティカルに考える。でただ現場に出てアクトするときは むしろセオレティカルにアクトしていないと研究者としてのアイデンティティがいくらでもなくなっていきますので、現場は現場だから、でその時に最後自分は研究者としてそこにいるんだということを意識しないと、私は大学のポジションをギブアップした方がいいと思っているので、シンクはプラクティカルですし、アクトはセオレティカルです、その逆は自然にそうなるので、あえてこう逆にして、まあ、座右の銘的にしています。はい、本当に大きな、なんかこんな大きな雪の上の部分を投げられた感じで今アップアップ状態ですけれども、最初の、質問については、
の裁判のハンセン病訴訟の、インタビューというか、最初はしんどいと思って入るわけではないんですけれども、思わぬところで自分自身のやっぱり人間としてというか研究者としてのあり方っていうのは、それは飯島先生からご質問があったように、やはり他者の人生あるいはその際みたいなところに触れるような瞬間に立ち会った時に、自分っていうものを根こそぎというかもう一回見直す経験というものが生まれてくると思います。そういう意味でスライドの中で聞き手のバルネラビリティというのは、思わぬその時にハマってしまうということが質的研究には必然的に、あるんではないか、そういうことに関してはやはり理論的にあるいは実践史という言い方をしましたけれども、やはり質的研究のコミュニティというような形の中でやはりしっかり考えていかなければいけない問題ではないかなというのを、個人的な経験からも感じています。で実際そういう目で文献を見ていきますと、やはりその傷つきとか苦悩とか、アウシュビッツのホロコーストのやっぱり証言をどうやって聞くかっていう研究なんかが海外ではたくさんあって、やはり私も最初は子育て中の子育てって大変だけどでも楽しいよねっていう語りと、やはり何十年も自分の人生を台無しにされたとか何とも言えないような言葉っていうのは、やはり言葉と経験との距離、関係ねじれというのは全く違うということを体感しました。でそれを知らないまま安易に語ってもらうということは意味があることである、経験を構成するというふうにストレートにしてしまうと、非常に間違いを起こしますし、それを知らないままその人の人生の際に、入ろうとしてしまう自分というのを見たときに、非常にやはり苦しい思いというのをすると思います。そういう意味では、私自身も、そういう経験がありますし、そういう経験からそれだけではないですし、語りの楽しさもありますし、生成的な面もあると思いますけれども、そうでない部分というものもしっかりやはり、ナラティブ研究、語り研究、あるいはフィールドといったものを考える上では、知識としてあるいは経験を共有していくということが大事なのかなと思って、まだまだですけれども、そういう意味では臨床や実践の研究者のあり方、あるいは形成の取り組み方、語りへの耳の傾き方ということは、今の私にとっては非常に勉強になります。ですいません、1点だけ、やはりアクションリサーチとかフィールドを臨床の方はなんか返すことができるからいいなと思って、どうしても研究だけしていると何も返せないというのが、さらになんか傷つきやすさっていうか、自分で何だろうと思うこともあったりして、そういうのも何かどっかの場面で話せるといいなと思って、すみません、ちょっと待ってました。私もまだ多分具体的なその何が苦しいかってことになると、例えば自殺の危険性が非常に高い人にインターベンションしながら関わっていくとか、あるいは発達障害の方で非常に複雑な問題が出てきた方で、ニーチもさっきも言わなくなったような時に支援者室どうするかとか、そういうことが複数重なって、しんどくなったらどうするかとか、多分そういう、具体的にはそういうことになると思うんですが、基本的には逃げますね。逃げたり逃げなかったりをその繰り返す。例えばその時間で、この時間は集中してするけども、それ以外の時間は自分の時間を取るとかですね、あるいはその時間外であればある方法だけを取る。ただ僕が今大学生の場合はインターネットのあるその SNS を通じてだけ、そういった危ない方、危ないって言うと思うんですけど、繋がる。でそれは例えばSOS があれば夜中でも見るんですけど、でも翌朝までは動かないとかですね。要するにその常に小さい逃げをこう打っておいて、その自分が潰れないようにして、すると私も60超えましたので、多分もう4年ぐらいで逃げられるという、ことがありますので、そういうことを考えながらですね、結局はそのプロフェッショナルワークと自分の、なんていうか、個人的なライフがどういうふうに、非倫理的にならない範囲内でどう調和させていくかっていう、努力だろうなと思ってます。で、学問的というか、理論的に言いますと、これは理論的というのは言っちゃえば簡単なんで、要するに、複雑性と不確定性ですね。要するにこの2つが渦巻いてる世界に我々はいるので、だからそれに確定を求めたり単純化を求めると絶対うまくいかないしということなんですね。結局ということは複雑性と不確定性を認めちゃうことはどうやっていいか分からないという
別に不安のままにやっていくということになるので、それでは持たないので偶遇性というコンティンジェンスという議論が出てきて、要するに、何が起こるかは本当は分からないんだけど、大概は大体こういうふうになるんだというストーリーを作るということですね。でそのストーリーに基づいて、まあ、選択をしていくということで、軽くてなんとかやれるし元気も出る。でそれは多分僕だけじゃなくて、その対話してる相手もそうなんですね。だから常にその1週間経ったら熱下がりますよみたいなそんなのどうして分かるっていう話になるんですけど、そういうストーリーをそのなんていうか倫理性の範囲のない中でどうやって常にこう生成していくか、そこにかかってるんじゃないかということで、それが物語と結びつくので、ああありがたいなと、つまり違う学問をやってるでなくてよかったなと思ってます。逆に言うとその不確定性に本当に対抗できるものっていうのはないので、まあ物語っていうのはその今ここで物語を生成すると一緒に過去の説明も未来の予測も一緒に作っちゃうっていうすごいなんていうかものがあるわけですよね。だけど常にその物語は多様であり、下手をすると拘束されてしまい、だけども書き換えることができるっていう、そういうこうものだから、それをまあできるだけ生かしていくっていうことがセオリーかなと。でさっきの山井先生の話聞いてて、僕はどうかなと思ったら、考えるのはできるだけたくさん考えるけど、要するに選択したらシンプルに動く。で多分その例えば一番極端なのは、ただ1週間に一遍時間決めて会うってことしかしないとか、そういうふうにこう選択するものは単純化する。つまり何も考えてないのにいろいろやってみるってのはどうもうまくいかないっていうのがなんとなく感じてます。私の場合は何やってるか難しいですけど、分かりにくいんだけど、最初に知的な研究をやって結局そこまでやってるっていうんですか、幼稚園などにもいろいろ訪問していくんですけど、一番大変だなと思うのは書きたい、記述したいっていうのがあって、記述するっていうのは会話をすればそのならない的な面もあるけれども、講義料子どもとかの場合であれば何をしたかとか、どう関わったとか、どう表情があったとか、コンテクストもありますので、体験したことを記述してそれがまあ素材だなと思ってるわけですけども、そうすると記述すること自体がとても不可能なことだし、だけどまあ限界に挑戦するみたいなところがあって、でもそれに意味があるのかどうかも分からなくて、だから逃げたくなることがあれば、まあ子ども観察してる時思ったんですけど、15分関わるとそれを過去にそれはやっぱり30分ぐらいかかるじゃないですか。そうすると1時間相手をすると書く時間がめちゃくちゃいる。だから子供を見たくない、関わりたくないっていう意味では、記述しなくちゃいけないっていう自分で勝手にそう思ってるわけですけど、脅迫できているわけですよね。そうすると見たくない、関わりたくないっていうのが、まあ、それが見えたくなるっていうことですね。そういうことです。実はちょっと15分、定刻の15分でもう過ぎましたので、でこれでちょっと一旦フロア質問を関してもお付きましたので、最後に今回の企画者である山田陽子先生の方からこの、総括のお話をいただきたいと思います。今日は大変興味深い話題提供、そして、たくさんの人をお越しくださいまして、議論がこれからやりたいなというところで残念なんですけど、普段でしたら私も事実かどうかというところで手を挙げて何か言いたいんですけど、今日はちょっとおとなしく悩んでました。ただ最後に一言だけ、ナラティブに関わる本質的なことなので難しい問題ですけど、多分あるかないかっていうか、科学的か非科学的かっていうのは私たちが長年苦しめられてきた問いなんですけど、問いの立て方自体が変わってるんじゃないかなというふうに思います。ナラティブアプローチに、そういう問いの立て方自体を変えていくっていうことは別にナラティブ論だけではなくて、例えば自然科学だってやってることではなかろうかと思う、私は思います。だから科学的か非科学的かとか、あるかないかとかいう事実ファクトを問う問いではなくて、多分小島先生がおっしゃったようなナラティブトゥルースといいますか、ナラティブ的真実というものを私たちは通っていくような、研究をしているんだろうというふうに思います。
的か非科学的か、あるいはあるかないかという問いが非常に有効な領域もあると思うんですけど、という物理学だって本当にはあるかないかわからないようなものを仮定して、領域滞在しているところも多々あるわけで、まあ、フィクションとノンフィクションの差もそんなにフィクションかファクトかっていうのもそんなに実ははっきり、自然科学でさえはっきりしているわけではなかなかないんじゃないかろうかと私自身思ってますね。そしてまあ、こういう例えがいいかどうか分かりませんが、例えば地動説と天動説があってですね、今は天動説なんて言いませんけど、当たり前のように地球が回っているというイメージがあるで、そちらの方が科学的で、地動説の方は、まあ、非常に非科学的な概念だったと、もう捨てられてしまったものだと、まあ、一般的には言えるわけですけども、でも私たちは毎日日常感覚としては、朝起きた時には太陽が出る、太陽が東から出てというような時には上がりたくなったりもするわけですね。じゃあそれは非科学的だから非常に間違っているのかっていうふうに考えますと、今日も一回転した、また明日も一回転しようというふうには私たちはやっぱり日常感覚として思わない。じゃあその自分たちのその感覚は非常に間違っているのかというと、例えばアフォーダンス的な理論で言えば、私たちの体を支えている地面というのが私たちはフォードしているものですから、それを中心にして、地上を中心にして、まあ、地上の生き物は人間も含めて世界を見ている、そういうものの見方、地面を中心にものを見ればやっぱり太陽の方が上がってきて一日が沈んで夕焼けになるというふうな、ものの見方、もちろん地球が回っていて宇宙から見れば青い地球が見えるっていうのも一つのものの見方だけれども、別の見方を見てそれは非科学的だから、ファクトではない、事実ではないというふうに切り捨てていいかどうかわからない、それからそれが完全フィクションかどうかもわからない、地面でアフォードされている私たちの身体、私たちのものの見方、人間中心あるいは地上の生き物中心でものを見たときには、もしかしたら宇宙から見た地球とは違うものの見方っていうのを、存在する、問いの立て方あるいはものの見方によって、まあ、真実は一つではない、という意味では、ファクト、記述があるかどうか、あるいはあるかないか、科学か非科学かというそういう問い方ではない、ないものを私たちは、まあ、小島先生もおっしゃったように、トゥルースとして探求していこう。トゥルースとファクトは違うので、真実というものが必ずしも一つではないかもしれないというふうなことを考えながら聞かせていただきました。まだまだたくさん、きっとフロアの方もお聞きになりたいのがたくさんあったと思いますし、もっともっと議論すべきことたくさんあったと思いますが、ところで、ひとまず、シンポジウムを終えたいと思います。どうもありがとうございました。